ロンドンシティ空港駅は、ロンドン、ニューアムロンドン特別区にある、ドックランズライトレールウェイの鉄道駅である。当駅は、ロンドンシティ空港のアクセス駅となっている。開業は2005年12月2日。当駅は、キングジョージ V 市線上にある。列車は、西方面は、シティオブロンドンにある、バンク駅へ、東方面は、ウーリッジアーセナル駅まで走行する。 トラベラルゾーンは3である。2005年12月より前、ドックランズライトレールウェイの列車は、カニングタウン駅、そして南東にあるロイヤルビクトリア駅方面へ、走行し続けることが可能だった。2005年12月、キング・ジョージ・ V 支線が開通し、現在列車は南へ走行できる。路線は、ローリー・クロッシングの下を交差して、 シルバーウェイ沿いに走行して、ノース・ウリッジ・ロードに接続する。列車は、ウェスト・シルバータウン駅とポントゥーン・ドック駅を通る。ポントゥーン・ドック駅から約400メートル地点東に、走行すると、北東方面に進路を変えて、このオートロードを交差して、ロンドンシティ空港の西側にある、東駅に着く。約毎10分間隔で、シティ・オブ・ロンドンにある、バンク駅方面行きの列車が来る。 所要時間は、ベックトン市線とジュビリー線への乗り換え駅である、カニングタウン駅まで7分、ストラトフォード、または、ルイーシャム市線への乗り換え駅である、ポプラ駅まで12分、シティオブロンドンにある、バンク駅まで22分かかる。約毎10分間隔で、ウーリッジアーセナル駅方面行きの列車が来る。所要時間は、終点のウーリッジアアーセナルまで6分。 ドックランズライトレールウェイの東方面に走行する列車には2つのターミナルがありもう1つのターミナルはベックトン駅であるピーク時はシャトルをカニングタウンウーリッジアーセナル間で運行し10分間で結ぶ運行は5分間隔である当駅が立つ前にあったドゥリュープライマリー学校は100年以上前からある3階建ての屋根と教室から成り立つ学校だった 新しいドリュープライマリー学校は、パーカーストリートとアイスロードの間に見つけることが、できる。ロンドンシティ空港顧問委員会、DLR エクステンションアーカイブド2013年4月17日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。